さまざまなレッスンを実施しております。概要欄をご覧ください。ここでのポイントは、What? 何 Who? 誰となります。これは一本のペンです。英語ではこのようになりましたね。This is a pen. となります。これは一本のペンですかという疑問文ですね。このようになりました。Is this a pen? ということで、is が主語の前に来れば何々ですかという疑問文になりましたね。右を見てください。be 動詞 am、are、is の文を疑問文にするには、am、are、is を主語の前に出してください。答え方です。はい、そうです。い,いえ、違います。よろしいでしょうか。このようになります。Yes, it is. または No, it isn't. となりましたね。 よろしいでしょうか。一つのものの時には it、it それを使って答えるようにしてください。ここでは、ね、is this の this が、これはという一つのものですので、it が使われています。太郎は先生です。このようになります。太郎 is a teacher。よろしいでしょうか。太郎は先生ですか疑問文ですね。このようになります。 Is a teacher? よろしいでしょうか is が主語太郎の前に来ていますね。えー、右を見てね、確認してください。はい、そうです。いいえ、違います。お分かりでしょうかこのようになります。Yes, he is または No, he isn't ととなりますね。右を見てください。男性の場合は he 女性の場合は she を使って答えてください。 もう一度確認しましょう。これは一本のペンです。This is a pen となりますね。これは一本のペンですか疑問文はこのようになります。Is this a pen? よろしいでしょうかここからが今回のポイントです。これは何ですかこのようになります。What is this? 覚えてくださいね。右を見てください。疑問詞。What? 何 Who? 誰などは一番前に来ますとりあえず what、何と who、誰を、えー、今回は覚えてみてくださいまず最初に what が来ますその後は疑問文ですので is が this の前に来ていると考えてください答え方ですこれは何ですかと聞かれていますので yes、no では答えられませんねそれは何々ですと答えてください例えばそれはペンですと言いたい時にはこのようになります It is a pen となります。よろしいでしょうか。一つのものの時には、it を使えて答えるようにしてください。もう一つ見ていきましょう。あれはジョッシュです。よろしいでしょうか。このようになります。That is Josh。That というのは、あれはという意味ですね。あれはジョッシュですか疑問文はこうなります。Is that Josh? ということで、is が that の前に来ていますね。 続いて、あれは誰ですかとね、誰というのを尋ねるときの言い方です。このようになります。Who is that?、ね、先ほどと同じですけども、What? 何や Who? 誰などは一番前に来ますので、Who がまず一番前に来ていますね。その後ですけども、疑問文ですので、Is がざ a t の前に来ていると考えてください。答え方はね、2種類紹介したいと思います。 あれはジョッシュですという言い方と、彼はジョッシュですという言い方ですね。まず、あれはジョッシュですというのはこのように言います。that is Josh ね。あれはジョッシュですということですね。彼はジョッシュですはこのようになります。he is Josh となりますね。よろしいでしょうか一時停止ボタンを押して、ご自身で英語を考えてください。それでは答えを見ていきましょう。あれはペンです。that is a pen. あれはペンではない。否定文です。that is not a pen.B 動詞、is の後ろに not をつければ否定文になりましたね。あれはペンですか疑問文です。is that a pen?B 動詞の is を主語の前に持ってくれば疑問文となりました。あれは何ですか今回のポイントです。what is that? よろししいでしょうか。ままず疑問詞の what がきますね。その後疑問文ですので is that という、ね、語順となりますそれはペンです It is a pen that はあれという一つのものですので一つのものの時には it を使って答えてください右を見ていきましょう彼女はエレンです She is、Ellen. 彼女はエレンではない否定文です She is not Ellen. be 動詞 is の後ろにノットをつければ否定文となります。彼女はエレンですか疑問文ですね。is she エレン be 動詞 is を主語 c の前に持ってくれば疑問文となります。彼女は誰ですか今回のポイントですね。このようになります。who 誰というね、who がまず来ますね。その後は疑問文ですので、is she という語順となります。彼女はエレンです。 She is Ellen となります。よろしいでしょうか練習問題です。一時停止ボタンを押して、ご自身で英語を考えてください。カッコに入る語、こちらもご自身で考えてください。それでは答えを見ていきましょう。1番、これは何ですか何ですので、what ですね。その後は、is this という語順になります。それは、うおいちです。 えそれは1つのものの時には「1」を使って答えてください。「it is a fish market a となりますね3番です「す彼は誰ですか?」。「誰」ですので「who is he is となりますね彼」というのは「he」ですね。「彼は太郎」です。「he」is 太郎」となります。よろしいでしょうか。Thank you for watching。個別レッスン不登校の方への取り組み。 オンンライン英語塾も実施しております。まずは概要欄をご覧ください。See you next time. Bye bye.